アミラル・セシルはフランス海軍の防護巡洋艦で同型艦はない。本艦は通称破壊で使用される高速型巡洋艦として設計された。本艦から浮力確保のために水面下に突出した艦首・艦尾形状や水面上から髪型に向けて強く引き絞られたタンブルホーム型船体と見張り所に昇降警報を配置したミリタリーマストが この当時のフランス軍艦の外艦上の特徴となったアミラル・セシル。船体形状は当時フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型戦隊である。これは水戦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り船体重量を軽減できる船体方式で他国では帝政ロシア海軍やドイツ海軍 アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水戦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ原則艦艦よりも水戦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水戦下から艦艦に上るに従って船体は引き絞られ、艦艦面積は小さくなっている。これは、 美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。ありがとうございます。